さて、巻末特典といたしまして、動画の中でご紹介させていただいたサトウキビ畑のね、に使ったね3つのギミックを、細かく見ていきたいと思います。作り方にも触れますので、そちらの方を参考にして作ってみたい方はぜひ作ってみてください。こちらの方3つギミックがありますが、そちらの方どれも私考案ではございません。私の方から紹介させていただくという形でご理解ください。今回ご紹介したね、ギミックは3つありました。マインカート、ホッパー付きマインカートによる回収システムで、ホッパーを使ったですね、タイマーと、あとアイテムの上降のね、上降じゃないや、上昇機構と、まあアイテムエレベーターというものになりますけれども、そちらの方3つ見ていきたいと思います。まずは、こちらの方からね、動画の中で見ていただいた通り、線路がないところでも走ってくれるということでね、こちらの方はホッパーじゃない、ホッパー付きマインカートを3つ連ねることによってね、線路がないところでも、走ってくれるというのが、ギミックとなっておりました。そちらの方を見ていた後ろの方に来ていただくとね、こちらの方に、どんなところを走るのか、模型になっておりますけれども、通常ならばね、絶対走れないような板ガラス、はしご、看板、かまど、作業台など、いろんなものの上を、自由気ままに走ってくれます。とどめにはね、水の中でも走ってくれるというね、ほら、ね、水の中、きれいに通過して、あとカーペットもね、ってことで、サトウキビの中を爆心して、サトウキビを拾って帰ってくるというのが機構になっております。こちらの方はね、連ね方は動画でお見せしたかと思いますが、こちらの方にこういう風にね、やって上からポトポトって落としてあげて3つ連ねてあげると。で、その時にはここのにブロックね、線路外してブロックにして 1×1 のところにポトポトってね、落としてあげるということだけになります。かなり未来の状態でね、動画をつけていますけれども、現在のパートはね、ところは、セクションは。ということでですね、いろいろ試行錯誤っていうか、なんていうのかな、長い間ね、試運転を重ねて3回ね、やっぱバラバラになってしまう事件が発生してます。なので、作る前にですね、ちょっと面白いギミックなんですけれども、メンテナンスが必要になる可能性があるということだけお伝えしておきます。で、その可能性を減らすという点でおいてはですね、改良点としてアクティベーターレールをね、置くと、そのチャンスがね、減らせるっていう感じみたいなんですけれども、それでもやっぱ起こってしまうみたいですね。完全ではないですね。なので、やっぱりね、ここの壁に何回もぶつかる形になるので、それでね、やっぱりずれてしまう可能性があるということですね。で、上からね、ホッパー付きのね、トロッコの重ね方は動画の中でご紹介してなかったので、それを簡単にお伝えしておきます。こんな感じでね、パワーレールの次のレールを、こうやってカットしてもらって、ブロックを置いて、これ以上前に進めないようにしてあげてください。そしたら下のところをね、こうやって、パワーをオフにしてあげると、マインカートはね、そこに留まりますので、そしたらね、こうやってリングを作ってもらって、上からこういう風に流し込むと、3つ動画の中ではね、ご紹介しましたけど、3つ以上じゃないとね、走らないんですよ。で、4つにしてみると安定するかなと思ったら、今のところ動いてくれてますね。なんかちょっと分からない、数も関係してるのか、いろいろ試してますけれども、もうちょっと、試したら追加でね、情報を公開するかもしれません。で、そしたらですね、パワーレールがオフなので、トロッコ自体はそこに留まります。で、レールを置いて、パワーを送ってあげれば発車しますん で、そうすると動き出します。はい。ってことでね、今も見ていただいている通り、ちょっとずれてるんですよね、もうすでに。で、これが、当たった時にね、ちょっとずつこのズレが大きくなる可能性が発生することがあってですね。それで大きくなるとバラバラになってしまう可能、まあ、チャンスがあるってことですね。ということでですね、もう完全なシステムではないですけれども、まあ、参考程度に、お聞きください。では、動画に戻ります。あとはね、ここにあるホッパーを利用したね、ホッパーを利用した、タイマーをね、簡単に作り方をご紹介しておきたいと思います。オレンジのブロックが、表しているのが、ドロッパーじゃなくてホッパーですね。ホッパーを置いていただくところ。ピンクがコンパレーター。黄緑色が、スティッキーピストン。粘着ピストンですね。赤いブロックのところが、レッドストーンブロックとなっております。
ということで実際作ってみましょう。まずホッパーなんですけれども、ホッパーはお互いに向き合っている状態にしなければなりません。こんな感じでね、よいしょ。でホッパーの中をアイテムが行ったり来たりする時間の長さによって、その信号のね送るタイミングが変わるという風な形のご理解で、結構でございます。でこのピンク色のところにこっち向きとこっち向きでコンパレーターを置いていただいて、アイテムが入っているよというのを検知して次のブロックにつなげていただきます。で、こういう風にねブロックを置いていただいて、でブロックの隣にレッドストーンパウダーを1個ずつ置いてください。で、次に、粘着ピストンを黄緑色のところ、コンパレーターの隣ですね、向き気をつけてください。こっちとこっち向きです。で、どちらでも構いませんけども、今回はこっち側に、レッドストーンブロックを置いていただいて、回路自体は完成です。で、それを伸ばすんですけれども、動画の中で詳しくご説明はしませんでしたが、この状態でもね一応動くんですよ。例えばねここに19個入れてみようか、丸石を、そうすると、このホッパーから19個吸い出されると同時にこのレッドストーンがね動いて、オンとオフが切り替わるという形なんですけれども、今の状態だとオンの信号を、拾い続けてしまうので、ピストンが、そうするとねピストンがオンの時は、サトウキビが生えてくれないということなので効率が落ちてしまうんですね。なので、オンの信号を短く切り出したいと、ね、オンの状態をなるべく短くしたいということなんで、以前ご紹介したパルスショートナーというね、回路を利用して、短い信号を、ね、切り出すということを、やっていきます。で、こちらの方にラインを伸ばしていただいてですね、ピストンを置いて、これは牛のね農場でお見せした回路ですね、よいしょ。でピストンの上に砂を置いていただいて、でリピーター、これコンパレーターだな、リピーターを出していただいて、よいしょ、リピーターをここに置いて終わりということですね。でそうすると、回路の、オンの信号がね短くなるので、今パンチしたように、ね、パパッって言ってね、ヒットアンドウェイということでね、今の状態を、ね、見比べていただくとですね、オンの信号が出た直後をよく見ててください。右側はオンになりっぱなしになるのに対して、左側はオンからオフへの、切り替えが非常に早くて、今の状態だとサトウキビ入ることができます、なのでねこの信号をもうちょっとね、多くしてあげる。例えばこれを、もうちょっとねアイテムをここに追加してあげるとね、オフの時間がさらに長くなって、その間にサトウキビが成長することができるというご理解でお願いいたします。で最後にこのアイテムエレベーターなんですけれども、こちらの方は、動画を撮る前に撮ってるんで、どれぐらいお話したかわからないですけど、編集次第で変わってくるということでね、ここにアイテムを入れていただくと、ここにクロック回路っていうのがね設置してあってですね、コンパレーターが、ドロッパーっていうねアイテムをポン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 出してくれるね、もの、ドロップしてくれるアイテムにアイテムが入ってますよってことを、感知してですね、次のリピーターに、信号を送ります。でリピーターが回路を増幅して、またコンパレーターに戻ってくると。でこの周りをぐる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 回るわけですね。コンパレーターは現在、この減産モードというふうになっていて、ね、この状態だとくる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 回るという形でご理解でお願いします。コンパレーターの使い方については、もうちょっと後にね、なんていうのかな、あのアイテムの、ソーティングシステムのところで詳しくご説明しようかなと、わからない人向けにね、思ってますので、そちらの方ちょっと楽しみにしてください。で、こちらの方にアイテムを入れると、動画の中でお見せしたかとは思いますが、アイテムが吐き出されてそのまま流れていって、ここに来たと同時にね上に運ばれるという形になっております、通常はねドロッパーを利用して、ここにコンパレーターを置いてみたいなね、今のリピーターでしたけど、コンパレーターを置いて、信号をつなげることによってパパ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 ッと上にね、持っていくというのが、基本ですけれども、こういう風にねガラスブロックを利用した、アイテムの上昇も可能なので、そちらの方を、使ってみると面白いものも作れるんじゃないかと思います。ただ、こちらの方バージョンが関係してですね、この後ろに柱を立てないとアイテムが出ていってしまうとか、アイテムのこの柱の周りを
ブロックで囲まないと動いてくれないとかいろいろあります。で 1.6 以下だとね、バージョンが 1.6 以下だと多分動かないと思いますので、うん、Xbox バージョンでも残念ながらできないと思います。なので、うん、残念ながらパソコン版で 1.73 以上が合わない、ちょっと 1.7 以上の人しか、お使いいただけないギミックだと、ご理解ください。実際に作り方を、簡単にご紹介しておきます。こちらの方が、作っていただくベースになるんですけども、黄色いブロック、ね、羊毛の上に、ドロッパーを置いていただいて、このオレンジのところね、まあ、こっちから見ると L の字型になってると思ってください。でここにですね、穴が開いてるところ、今ブロックが何も置いてないところに、氷のブロックを敷き詰めます。氷のブロックを1、2で2マスですね。2マス普通のブロック、透過ブロックじゃダメなので、不透過ブロック、ね、普通のブロック、ね、を置いて、ここの次に3つ置いてあげてください。で4つ目置いていただくんですけれども、まあ置いちゃった方が早いかな。置いて、その上にですねフェンスゲート、これはフェンスポストなのかな、フェンスポストを、刺してください。こんな感じで、もう一個ですね、ここ、うん、でここはガラスじゃなくて、氷じゃなくても OK です。でこのフェンスの周りなんですけれども、この2本目に置いたフェンスの周りだけ、不透過ブロックで囲んであげてください。いいですか、不透過ブロックですよ。ここちょっと混乱しやすいのでちょっとよーく見ててください。2本目のフェンスの周りは不透過ブロックなんですけど、ここはガラスじゃないとダメです。ここですね、うん。であとは、普通の建設ブロックを置いていただいてですね、こんな感じでつなげます。いいですね、はい。でそしたらですね、このブロック、あ、このフェンス、2本目のフェンスの上に、3×3、 これを中心としてね、 3×3 でガラスを積み上げていっていただいて、今はちょっとね簡易的にやりますけれども、よいしょ、もう2段にします、申し訳ないけど2段にした後、ちょっとこんな感じでね伸ばしていただいて、ここからアイテムが出てくるんで、その周りをブロックで囲んであげてください。でそうね、そうね、そうね、ここに、ホッパー設置して、ここにチェストがなんかね置いておいていただいて、アイテムがねちゃんと通るようにします。こうしないだろうか、ごめんなさい、こんな感じですね。夜になってきちゃった、コマンドが何だか忘れちゃったんです。さっさと終わらせたいと思います。タイムセットだったっけ、よいしょ。でここに水を流して終了になります。でそうするとですね、ちゃんと流れてってくれると思いますので、うん、最後に水ですね、はい。でクロック回路についてはもう先ほどお見せした通りなんですけども、簡単に作っておきます。よし、リピーターとレッドストーマーで OK。 じゃあコンパレーターをドロッパーから出していただいて、今のままで、こうやってつなげちゃうとね、残念ながらね、あの回路が届かないんですよ。数字が、ね、ドロッパーの中に入ってるアイテムの個数が少ないと、残念ながらね届かないので、リピーターを使って増幅してあげて、減算モードにして、こんな感じでくるくる回るようにします。でドロッパーの方に、つなげてあげれば終わりということになりますので、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。